はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちらのボディとうとう完成しました。メルセデス AMG GT3 ホワイトボディの完成レビューの動画をお届けしたいと思います。はい、ということで、8月末に、日本国内では発売されましたメルセデス AMG GT3 の、ボディになります。でこちらはですね、協賞の企画の中で、アンケートですかね、こんなボディが欲しいよっていうアンケートの中で、一番だったのかな、かなりね上位を占めたと呼ばれているこのボディが実際にこうやって商品化されたものになります。で、今ねオートスケールコレクションとしては1種類出ておりますけれども、まあ、このボディはね、実写でもいろんなカラーリング、いろんなチーム、いろんなレース出てますので、たくさんのねカラーリングがありますので、ミニッツのねボディを作る方はねこぞっていろんなデザインをね作っているのをいろいろ見ております。で私が今回チョイスしましたのは、ニュルブルクリンク24時間レースで、走らせている、ブラックファルコンと呼ばれる、チームのですねカラーリングにしてみました。はい、ということでねちょっと一周させていただきたいんですけれども、ボディカラーは、グリーンのこれメタリックカラーになります。メルセデスベンツといえばねやはりこのメタリックカラーすごく似合いますので、今回は、単色のソリッドではなくてこのねメタリックを採用して、かなりツヤを多めに作ってみました。いかがですかね。でデカールの方は、インクジェットプリンターで制作できる、フィルムラベルを用いまして、透明ではないので、ちょっとね文字のところ見るとやはり少し色が違って緑色が浮いてるのがね、まあ、少しね分かっちゃうんじゃないかなと思いますけれども、まあ、ミニッツの距離感で、走行している分にはねほとんど目立たないぐらいにはなってるんじゃないかなと思います。はい、で、これホイールのねオフセットが前後3なんですけど、まあ、リアがね長い LM タイプのね軸の写真載せてますので、リアのオフセットは今、1ミリプラス1ミリですね。フロントはプラス3ミリでいっております。はい、で、この緑、まあ緑に限らずですけど、こういうメタリック塗装のねやり方を、まあ、ちょっとだけ、紹介したいなと思っております。はい、ということでねちょっと塗料を取りますのでお待ちください。用いた塗料なんですけれども、まずは、こちらタミヤの、スプレー缶を、取り出してエアブラシ塗装したんですけれども、色としてはですね TS30 番のシルバーリーフと呼ばれるもので、こちらをまずは、吹き付けております。ちょっと写真を出しますけれども、こんな色ですね。本当に、シルバー、明るいシルバーの色です。でこのシルバー色を塗った後ですね、今回はちょっと急ぎで作ったのでほぼ乾燥時間ゼロの状態で、今度こちら、ガイアカラーのですね107番、蛍光イエローグリーンというものをもう間髪入れずにですねこのシルバーの上に、塗装しました。でそうするとですね、ちょっと塗りかけの写真とかもあるんですけれども、透明カラーなので、下地になっているこのシルバー感を残したままですねグリーンを入れることができるというものになっております。少しねアップでお見せしたいと思いますけれども、こういう風にねメタリック感が残った状態になっております。で逆にこの黒の部分っていうのは塗り終わった後にマスキングをして塗り分けをしていますので、ここはねメタリック感はありません。はい、まあ、巷ではねキャンディー塗装とかもね呼ばれるような、塗装になるんじゃないかなと思うんですけども、でこの後にねウレタンクリアを塗って、まあ、光沢を出すという風な、手法を取らせていただきました。はい、ということでね、AMG GT3 すごくね人気のボディですし、
スタイリングもすごく綺麗、そしてやはり最近のボディなので非常に軽く精度よくできてますので、これからね、走行させますけれども走行性能も非常にいいんじゃないかなと思います。なのでぜひねホワイトボディ製作したい方はぜひトライしてみればいいかなというふうに思います。はい、ということで、今回は、メルセデス AMG GT3 ホワイトボディの完成レビューの動画をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。